オロフ・パルメは、スウェーデンの政治家。2期にわたって、スウェーデンの首相を務めたが、在任中に暗殺された。ストックホルム大学を卒業し、スウェーデン前学連委員長時代には、ベトナムの平和回復運動の先頭に立った。1952年、スウェーデン社会民主労働党に入党し、1957年に、上院議員に初当選する。 1963年、ターゲ・エルランデル首相の下で無人首相に就任し、その後1965年に運輸通信省、1967年に教育省を歴任する。1969年、エルランデルが高齢を理由に引退し、その後を受けて42歳で社会民主労働党党首及び首相に就任する。 1976年の総選挙で、ブルジョアブロックに大敗し、44年ぶりに、社会民主労働党が減野した。続く1979年の総選挙では、前線したものの政権奪還に失敗した。1982年の総選挙では、ブルジョアブロックの失勢をついて解消し、首相に再就任した。首相在任中の1986年、 パルメは、ストックホルムの路上で、黒いオーバーの男によって、拳銃で2発を撃たれて射殺された。パルメの妻の目撃証言によって、事件後に、容疑者として、スウェーデン生まれのクリステル・ペターションが逮捕され、地方裁判所で、終身刑となったが、控訴審では、妻の証言の信憑性が疑われるとして、無罪となり、ペターションは2004年に、頭部の怪我によって、 病院で息を引き取った。また、ソ連国家保安委員会が暗殺の情報を事前に掴んでいた可能性があるとスウェーデンの新聞等で報じられたが、KGB はこれを否定した。2006年には暗殺に使用されたとみられる拳銃がスウェーデンのダーラナ県にある固定で発見された。2012年にイギリス在住のスウェーデン人、ハンス・クリスチャン・ラウジングの妻、 エヴァ・ラウジングが変死した事件があり、エヴァが亡くなる直前に、パルメの暗殺に関する情報を、スウェーデン当局に通報していたことが報じられた。2020年6月10日、検察は暗殺の最重要容疑者として、パルメのサ派政策に強く反対していた広告、コンサルタントスティグ・エングストロムの名前を公表した、ものの、 同容疑者はすでに死亡しているとして、捜査を打ち切ったと発表した。パルメは、カリスマリーダーとして登場したものの、内政では大企業の国営化プログラムなど当時から、物議を醸した政策を推進しようとしたためあまり、評価は良くないが、外交政策においては、第三世界問題や国連軍縮委員会で、イニシアティブを発揮するなどしたため高く評価されている。また、 パルメは、ベトナム戦争に対するアメリカの介入を強行に、批判し、大量の兵役寄付者や、脱走兵を受け入れた。1968年に、ソ連のプラハの春に対する武力弾圧や、南アフリカのアパルトヘイト政策、スペインのフランコ政権による、独裁政治を辛辣に批判し続け、反核運動にも尽力した。 AB スウェーデン語での標準的な発音を日本語、表記すると、ウーロフ・パルメ、フルネームでは、スベン・ウーロフ・ヨアキム・パルメに近いが、オロフの表記が、一般的。マント・ライド・フォー・オロフ、パルメ・マーダー・ダイズ・ザ・ガーディアン・ハット、エヴァ・ルーシング、ハド・インフォメーション、オン・マーダー・オブ・スウェディッシュ・ PM、ザ・ガーディアン・ハット、スウェーデン元首相暗殺、容疑者名公表も、 操作打ち切り30年来の謎の腰。afp https://www.afpbb.com コロンスラッシュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 3287662cx amp イコールオールアクトイコールオール。ありがとうございます。